ラーダグランタは、ロシアの自動車メーカー、アフトバースが、ラーダブランドで製造、販売している低価格の小型車である。開発コードバス -2190。ロシアで2011年12月22日から発売が開始された。生産は、トリアッチ工場にて2011年11月29日から開始され、2012年7月25日からは、 イジェフスクのイズアフトでも行われている。ボディタイプは現在は4度ダンのみとなる。グランタはカリーナのプラットフォームをベースに開発されたが、エンジンや前後サスペンションが改良されるなど、約400ものコンポーネントが専用に開発されて、使用されている。グランタにはスタンダード、ノーム、ルックスの3グレードが設定される。スタンダードとノームはクラシックシリーズやサマラの後継。 ルックスはカリーナセダンの後継となるべく開発された。当初はスタンダードとノームから製造・販売が開始され、それぞれ22万9千ルーブルと25万6千ルーブルという価格設定がなされた。いずれも直列4気筒1.6リットルサイチェシー8、バルブエンジンと5速、マニュアルトランスミッションの組み合わせとなるが、スタンダードには60キロワット版。 ノームには6 4ット版のエンジンが搭載される。装備面ではスタンダードが、運転席、エアバッグ、三点式、シートベルト、アイセフィックスチャイルドシート固定装置、昼間点灯ランプ、イモビライザー、チャイルドセーフティロック、フルサイズスペアタイヤなどを標準装備する。ノームはこれに加えて、トリップコンピューター、パワーステアリング、 チルトステアリングコラム、フロントパワードアロック、センターロッキング、フロントパワーウィンドウ、パワートランクリット、ボディ同色バンパーなども標準で装備する。また、スタンダードには13インチ単造ホイールが、ノームには14インチアロイホイールがそれぞれ装着される。2012年8月には、ノームのエアコン付き仕様も登場した。これには、エアコンの他に、ABS、ボス。 デュアルウェアバッグも装備される。これによりグランタは7種類存在することになり、希望小売価格も25万9千から33万4700ルーブルとなった。8月にはまた、ノームのオートマチックトランスミッション使用者と AT が標準装備となるルクスの製造も開始された。AT 使用者は1.6リットルサイチェ C16、バルブ7 2ットエンジンを搭載し、これに、 ジアトコ製4足 AT が組み合わせられる。AT 使用者は30のコンポーネントが新規に採用された。なお、トランスミッションは将来の現地生産も検討中であるが、当面は日本からの輸入となる。AT 車は9月から発売を開始し、ノームの推奨価格は373,200ルーブルとなる。グランタは2012年9月以降ロシア市場において、 月版台数第1位となっており、2013年6月には1万7005台を販売した。なお、イズアフトでは2013年7月1日にグランタの累計生産台数が5万台を突破している。2013年7月、アフトバースはドイツとチェコにラーダヨーロッパ向けのグランタはユーロ5杯ガス規制に準拠し、ノームにも ABS とボス。 ESP とデュアルエアバッグが標準装備される。ロシアの経済誌ベドモスチュア,アナリストたちの見解を伝えており、それによると輸出台数は年5000台まで増やせるかもしれないが、ヨーロッパへの輸出は経済的という以上に政治的な戦略であり、アフトバースは第一に自国市場での自社製品のイメージ形成のために、それを必要としているとのことである。なお、 日産自動車がロシア国内のみにおいてダットサンブランドで販売するオンドゥは同社をベースとしている。2012年8月29日から開催されたモスクワ国際モーターショーにてグランタスポーツが出展された。ラーダスポーツ社によってチューンされたこの車種は専用のグリル、バンパー、リアスポイラー、サイドスカート、アロイホイールを装着し、 車高を下げた専用サスペンションとリアディスクブレーキが使用される。1.6リットルエンジンは最高出力 120hp、最大トルク160ナノメートルに引き上げられ、これにクロスレシオ MT が組み合わせられる。内装では布地、革張りのスポーツシートや赤糸の刺繍が施され、グランタスポーツは2013年をはじめから販売を開始し、価格は およそ40万ルーブルになると見込まれている。後期型リフトバックフロント後期型セダンフロント。ありがとうございます。